を食べてちょっと休んで、のんびりした過ごし方だな。いや、今日は何か大事なことがあった気がするぞ。あ、今日はオイラたちがメロピデ要塞を離れる日だ。早く受付に行って手続きしようぜ。もう予約はしといたからな。ここにサインしてちょうだい。すぐに受理するから、正規のルートでメロピデ要塞から出られるわ。ずいぶん長い間上に戻ってないよな。早く。うわ、どういうこと？ありがとう。私は大丈夫。今の揺れは一体？公爵に聞いてみようぜ。公爵！あんたらに会えて光栄だ。何か用か？今の揺れは何なんだよ。海底から来た揺れではない。水の上からだな。ここ数年メロピデ要塞を管理してきたから、水の上か下かって違いについては結構敏感なんだ。それにヌビレットさんの封印はそう簡単に解けやしない。メロピデ要塞は大丈夫なのか？前回を思い出してみろ。もし影響があるなら、今頃人々はパニック状態になってるはずさ。そっか。それじゃあ詳しいことは上のやつに聞くしかなさそうだな。ヒヒン、今日が何の日か分かってるよな。パイプ正常日だが。そっちじゃないぞ。ああ、手続きが終わったのか。ここに閉じ込められた気はしなかったけどな。なかなかいい住み心地だったし。ひひ、オイラ結構メロピデ要塞が好きだったぞ。じゃあまた遊びに来てね。うちも君たちにまた会いたい。サインをしたら上に向かっていいぞ。監守があんたらを護送する。お前はオイラたちを送ってくれないのか？そう言うと思った。なら一緒に行こう。おお、じきじきに来てくれるのかよ。でもいや、忙しいんだろ。オイラただ冗談で言ってみただけだぞ。ほう、いつになく控えめだな。長い間水の下に住んでいたから寂しいのよね。うちが出口まで送ってあげようか。そうだな。オイラたちまた来るから安心しろ。ひひ、オイラここの食堂が結構好きだったぞ。シェフの腕前もなかなかだしな。可能であれば次は名目上だけでも清廉潔白な身で来てくれ。もちろんだぞ。いろいろあったけど、メロピデ要塞での仕事は終わりだな。でもヌビレットの依頼なんだから報告するまでが仕事だぞ。次は完了報告をしないとだな。パレメルモニアに行こう。あら、ヌビレットさんに会いに行くの？うちと公爵の代わりによろしく伝えておいてね。よろしく言うのは看護師長の分だけでいいからな。最低限の礼儀なのよ。まあいいさ。噂によれば最近のパレメルモニアは目が回るような忙しさらしい。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れてしまわないことを祈っておく。おお、今日のパレメルモニアはなんだか騒がしいな。止まりなさい。ん？ああ、お二人でしたか。申し訳ありません。ヌビレット様は君たちをいつでも歓迎すると。お話し中失礼します。こちらの報告を少々確認いただけないでしょうか。はい、すぐに。ごめんなさい、休養ができてしまったので
ヌビレット様のところにはご自身で向かってください。みんな忙しそうだな。最近何かあったみたいだぞ。ヌビレット、ごきげんよう。再び会うことができて何よりだ。だが少し待っていてくれないか。早急に処理しなければならない案件があるのでね。好きなところに座るといい。何か飲みたければ外のメルジーヌに頼んでくれたまえ。オイラたちご飯は食べてきたんだ。安心してくれ。うん、ならいい。こいつの用事が終わるまであそこで休んでようぜ。これでいいだろう。終わったのか。ああ、待たせてすまなかった。今日は君たちがメロピデ要塞での刑期を満了した日だな。ふむ、手続きはもう済ませたと見える。おお、だからすぐにお前のところに来たんだぞ。巨大なクジラ、それがなんだかわかるか。君たちの話を聞くに、それは普通の水ではない。きっと原始大海の水に近いものだろう。体積、形状から考えても、そのクジラはテイワットの普通の水域から生まれる代物ではない。つまりタルタリア殿は今大海の水に包囲されているのかもしれない。大海の水に包囲って、原始大海の中にいるってことじゃないのか。入って大丈夫な場所なのか。原始大海の内部、ありえないことではない。しかし普通の人間には不可能だ。彼がどのようにして内部に入ったのか、私にも想像がつかない。聞こう。そうだぞ、オイラも感じたぞ。公爵に聞いたら、揺れは水の下から発生したものじゃないって言ってたぜ。それで水の上のことならお前が状況を知ってるはずだって思ったんだ。その件については先ほど関連した報告を受け取り、現在対応していたところだ。ポアソン町付近が振動の発生源で間違いない。振動の後、付近の水位が急速に上昇した。水位が上昇？まずいぞ、あそこの人たちが。幸い水位の上昇はあくまで一時的な現象で、現在は大方戻っていった。だが何か良くない予感がする。もしも今回の水位変化と原始大海の水の浸透に関係があるとすれば、ポア村長が直面した災禍は見た目よりもはるかに恐ろしいものとなるだろう。ナビアはポア村長にいるはずだよな。オイラたち、あいつの状況を見に行ってみないと。私も現場に向かいたいところだが、すぐにはここを離れられない。状況が悪化しないよう周辺海岸地区の防災案を作成しなければ。手間をかけるが、先に行っておいてもらえないだろうか。私もこれが済んだらすぐに現場に向かい、君たちと合流する。じゃあ急いで出発だ。くれぐれも気をつけてほしい。
こまで歩いてもまだ誰もいない。オイラ怖くなってきたぞ。アクショ、これでどうやって暮らせと言うんだ。あそこの屋根に人がいる。じっとしてて、動かないで。今すぐ行くからバランスを保って。ああ、早くしてくれ。ああ、この年で一人でどうやって生きていけばいいんだ。デジレ、あの人すっごく悲しそうだな。足、私の足が。分かってたらむやみに動かなかったのに。痛い、痛い。もうちょっと頑張って、すぐに救助が来るから。ほら、私の手を握って少しはマシにならない？くれたのね。当然だぞ。ポア村長が大変だって聞いてすぐ駆けつけてきたんだ。見ての通り水面が急上昇してかなり大変なことになってる。ボス、南東方面の建物のそばに負傷した住民がいました。すでに安全エリアに移送済みです。しかし現在治療のための医療器具がありません。負傷？どの程度？転倒による怪我です。足の骨も一本折れているかと。その方は高所恐怖症で水が上昇した際屋上によじ登ったようです。水が引いた後地面を見て恐怖で身がすくんだようですが、しかし飛び降りたってこと？第一小隊隊長に伝えて、負傷した人を医者のところに連れて行くように。彼ならどこに行けばいいか分かる。承知しました。では第一小隊隊長の本来の救助任務は私が引き継ぎます。任せたよ。ごめん、どこまで話してたっけ。ポア村長の、ああ、ポア村長の状況ね。私から説明するよ。少し前に巨大な音が聞こえた。最初は下水道で何かが破裂したんだってみんな思ったんだけど、でもすぐにいろんなところから水が溢れ出てきたの。その水はかすかに奇妙な大海の水特有の光沢を帯びていた。でも事の重大さが分からず、ただの水漏れだと思っている人もいた。道端に立っていた人、水に触れた人、水位が上昇するにつれ逃げ遅れた人たちは溶けて突如消えてしまった。何が起きたのか察した人たちはなんとか高所に登ろうと逃げ始めた。その間人混みに押されて怪我をする人もいたし、高所から落ちてしまう人もいた。スピナリロースらができる限りの速さで救助活動を展開したけど、町には死傷者が出た。幸い水位の上昇はしばらく続いた後に落ち着き始めたから、パニックは長引かなかったけどね。今回上昇した水の中には原始大海の水が含まれてた。ポア村長の低地には水が溜まってて今も危ないの。安全のためその辺りの人たちには速やかに避難するよう伝えたよ。同じようなことがまた起こるのかどうかは誰にもわからない。だから全力で住民の避難を手伝うしかない。住民の安否確認はまだ終わってないけど、もうすぐ結果が出ると思う。こういういつ起こるかわからないっていうのが一番怖いぞ。
うん、怖いね。私もさっき起きたことの全てが夢であってほしいと思うよ。ナビア、オイラたちに何かできることはあるか？こんな危機的状況で手伝ってくれてることに感謝だよ。でも気持ちだけで十分。私どうやって感謝を伝えたらいいかな。そんなこと言うなよ。友達なんだから当たり前だろ。ボス、こちらでまた問題が発生しました。わかった。ごめん、ちょっと離れる。行っちゃった。こんな状況だし、忙しいわけだ。よし、基本的な確認と救助は大体終わった。さっき新しく援軍も来たし、やっと自分のことをする余裕ができたよ。もちろん油断するわけにはいかない。これからもっと頑張らないと。スピナディロースらのみんなには助っ人についてもらうよ。旅人パイも私と一緒にパパのお墓に来てくれない？え、今か？サンキュー。人がいないね。もうこんな時間だしな。それにポア村長も今はこんな状況だし、墓参りに来る人はいないんじゃないか？そうね。こんなことになって生きてる人たちだって疲れ果ててる。亡くなった人に言葉をかけたくてもそんな気力は出ないでしょうね。ナビア。ナビア、いきなりどうしたんだよ。ごめん、私どうしたら。マルシラックとシルバはもう帰ってこない。パパ、私は一体どうしたら。そんな。救助計画はみんなと話し合って実行した案よ。でも元はといえば私が言い出したの。救助の必要がある住民を助けるために二人は逃げ遅れて水に飲み込まれた。オイラたちどうすれば。長い付き合いだから彼らが覚悟の上だったってことは分かってる。でもパパでさえ少なくとも遺体があってお葬式もできたのに、マルシラックとシルバは私受け入れられないよ。雨上がりは何もかもが綺麗に見えますね。それは墓でさえも同じこと。ボスの墓前だというのにワインでも飲みたい気分ですよ。そうだな、この景色は悪くない。誰だってそうでしょ。パパに会いに来るときはいつも何か持ち込みたい気分になるもの。ちょっとだけならピクニックしてもいいかもね。パパは怒ったりしないよね。ええ、ご安心ください。ボスがお嬢様をお叱りになることなどありえません。しかし墓は死後の住処と言えるでしょう。誰であろうと遅かれ早かれ用意する必要があるものです。今から墓を買おうとしてるわけじゃないよな。その必要はありませんよ。お嬢様の許可をいただけるのであれば、私が死んだらぜひボスのおそばに埋めていただけるよう。ちょっと急に何？
冗談ではありませんよ。そうすればお嬢様がボスの墓参りに来られた際、ついでに私にもお会いいただけるわけですから。いい考えだな。では私はマルシラックの反対側に。お嬢様を除けば私たちは旦那様の右腕と左腕に最もふさわしいと言えるでしょう。そう言っても過言ではない。なんで急にそんなことを言い出すのよ。まったく。わかった、覚えておくから。でもさっきの言い方は良くないからね。ついでって何よ。あんたたちはいつだってあたしが自ら会いに行くに値する人物なんだから。あたし約束したのに、約束を破ることになるなんて。ごめん、こんな姿を見せちゃって。あたしいつもはあんまり泣かないの。本当よ。オイラ、なんて言えばいいかわからないけど、お前のその気持ちわかるぞ。あたしやりたいことは全部叶えられるってずっと思ってた。でも今思えば、それはあたしだけで成し遂げたんじゃない。多くのことはみんながいたからこそ叶えられたの。マルシラックとシルバはあたしをたくさん助けてくれてた。それなのに結局こんな大事な時に私は何もしてあげられないなんて。ごめんね。ずっとここにいてもいいんだぞ。オイラたちはそばにいるからな。ありがとう。今の私にはこれで十分よ。そうだ、これを渡しとくよ。ボア村長の事故で亡くなった人のリスト。オーベルノ、カーネス、ベネッティ、ジベルニ、フランシーン、コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、そしてマルシラックとシルバー。あの災害の規模を考えたら。大丈夫、あんたの言いたいことは分かってる。マルシラックとシルバーのおかげで被害状況をなんとか最小限に抑えられた。でもその代償に二人を失ってしまった。結果から見れば不幸中の幸いだと言うべきなのかも。そうだ、そんなこと考えたらダメだぞ。人が人を助けた、それは事実だけどさ、人が消えたことと戻ってこれたことは一緒くたに考えられることじゃないんだぞ。マルシラックとシルバは誰かの命の代償じゃない。あいつらは英雄になったんだ。うん、あんがとね、パイモン。はあ、今のセリフは響いたよ。後で書き留めとく。え、本当か。しばらく見ないうちに確かに口が少し達者になったようだ。召使い、なんでこんなとこにいるんだ。こんにちは。順調に進んでる。ああ、部下がナビア城の要求通りに任務を遂行している。現在ポア村長の住民は皆救助され高所に避難する準備をしているところだ。物資の件もご心配なさらず、準備はできている。本当にありがとう。あれ、二人は知り合いなのか。知り合って間もないと言うべきかな、お嬢様。一般的には偶然の出会いとでも言うのかしら。今回はそれに当てはまらない気もするけど、何せファドゥイ執行官の召使いが自ら私の元に来るとは思わなかったからね。召使いのおかげでスピナディロースらはファドゥイの強力な支援を得た。だからこそ今みたいなスピードで避難や救助活動を進められているの。互いに助け合うことは良い関係を築く上で必然的なルールの一つだ。私たちは共にフォンテーヌで活動していることだし、この程度
気にする必要はない。いやしかし、ナビア城はご自身が語るよりよほど賢明なお方だ。そうだろう。協力前の探り合いは不本意ながら必要なことよ。許してちょうだい。私たちスピナディロースらはこれまでファデュイと深く関わったことがない。仲間を理解することは私たちにとって非常に重要なの。部下からあちこちでファデュイの兵士たちが交代で水面を観測したり数値の記録をつけていたことと、多くの防災物資も準備してくれたって報告が入った時、本当に驚いた。ありのままを目にしたナビア城を前に私が誇張する必要もあるまい。事実は見ての通りだ。強力な組織は善行であれ悪行であれ行動力に差はないもの。以前こちらの旅人にも話したが、私は予言を知っており、いずれ訪れる災いを阻止しようとする意志がある。スピナディロースらに力を貸すことは私たちファデュイにできることを実践する第一歩に過ぎない。負担に感じることなくこの誠意を受け取ってほしい。それにいつの日か私もナビア城に助けてもらうことになるかもしれないからね。召使いがいなければリストの死傷者はもっと増えていたと思う。ありがとう。この恩は忘れない。マルシラック殿とシルバ殿については心より哀悼の意を表する。可能であればこのような事態を避けるためにも私の部下たちにはもっと早く駆けつけてもらいたかったのだが。そう言わないで。責任を感じる必要なんてない。あんたもあんたの部下も全力を尽くしてくれた。パイモンが言ったように、マルシラックとシルバは誰かの身代わりになることを選んだわけじゃない。二人は代償としての犠牲なんかじゃなく、自ら英雄になることを選択したのよ。私、何かを崇高なものとして持ち上げたら、あたかも痛みがマシになるような、そういう言い方はあまり好きじゃなかった。でも実際この瞬間になってみると、この言葉以上にしっくりくるものがないなんて。そうだな、ナビア嬢、どうかあまり気を落とされぬよう。フォンテーヌ人は水によって生かされ、そして水によって災いに見舞われる。人々がよく予言は因果を表すというのも理解できる。しかし残念ながら私はこのような考えが好きではない。あんたは状況を変えようとしている人。そうだよね。まさしく。だから今から私はブーフドエテの館に行かねばならない。まだ用がある上、子供たちの面倒を見る必要もある。ああ、旅人、パイモン、もう一つ用があるんだ。予想外の展開だな。また送ってくれとか言って話を切り出すもんだと思ってたぞ。それも巧妙かつ便利な会話術だ。必要な時には使うが、今回は必要ない。ナビア城、下がらなくていい。旅人、いずれ共に手を組む日が来るはずだと以前話したのを覚えているだろう。私も君も原始大会に問題があることははっきり分かっている。前回のメロピデ要塞のゲートといい、今回のポアソン町の水面上昇といい、どれもその合図だ。ああ、ハウス・オブ・ハースの情報網から得た最新の情報を一つ教えてあげよう。直近の調査で子供がポアソン町の近くに遺跡を発見した。遺跡は古く、様々な観点から見ても考察する価値のあるものだ。識別した年代からして予言や災いと関連性があるかもしれない。緊急事態ということもあり、どんな情報でも非常に貴重だろう。当初私の部下がポアソン町に来たのは遺跡探索の準備をするためだった。まさかここで災いが起きているとは知らず、今は救助活動を最優先にしている。そうだったんだ。子供たちを連れて一緒に行こうとも思っていたが、リネ、リネット、フレミネはポアソン町の住民を受け入れるために高所へ派遣させた。リネによれば
ハウス・オブ・ハース以外で子供らが最も信頼する人物は君だということだ。だからこの任務を君に依頼したい。ハウス・オブ・ハースではメンバーを互いに家族と呼んでいる。しかしリネ、リネット、フレミネの3人は旅人とパイモンをハウス・オブ・ハース出身ではなくとも家族だと。この強い絆については私があえて言うまでもないだろう。ちょっと嬉しいぞ。先ほど私が提供した情報の価値は高い。しかし君は子供たちの家族なのだから共有するのは当然のことだ。わかった。遺跡に行ってくればいいんだな。オイラたちに任せろ。ちょっといい？私も一緒に行っていいかな。ナビア城がご同行を？ダメだダメだ。ナビアは今最悪な気分なんだろ。ちゃんと休めって。最悪なのは間違いない。でも道端の椅子に座ってぼーっとしているわけにもいかないじゃない。災いが来た今落ち込んでも意味がない。後継者としてパパの期待を裏切らない働きをする。それにこれは自分のためでもある。何かして気を紛らわせないと。そうすればマルシラックとシルバのことを考えずに済むから。そのように言うのであれば私は反対しないが、旅人の意向は？ならば遺跡はポア村町の南にある。これが地図だ。よし、オイラたち3人に任せろ。ちょっと支度したらすぐに出発しようぜ。これが召使いの言ってた遺跡か。おお、なんか荒れ果ててるな。ずいぶんくたびれた感じね。中に入ってみようぜ。くれぐれも気をつけてね。それ。よし、燃えろ。それかかれ。いや、さだ風を知れ。はっ、あの、だだこんだ。それに濃度が濃い。フォンテーヌ人だったら落ちた瞬間に溶けてしまうでしょうね。そうだぞ。ここには大海の水があるから、お前は下に行っちゃダメだ。無理にとどまっても特に何かできるわけじゃないし、危ない目に遭うかも。わ、ナビアが役立たずって言いたいわけじゃないぞ。だからその、大丈夫。あんたの言う通り、この状況では私は確かに力になれないね。じゃあここは任せた。
困ったな。先に進むしかないかも。じゃあナビア、ここでオイラたちを待つか。遺跡の水位は不安定よ。上昇する可能性もある。ここに留まっていても安全じゃないでしょ。一緒に先に進んだ方がいいと思う。出口がすぐそこにあるかもしれないし。じゃあしばらくはオイラたちと一緒に進むしかないな。くれぐれも気をつけろよ。道が途切れた。厄介だな。あっちから行こう。風の行く先を。行こう。お嬢様、お嬢様、お嬢様、どうしてこんなところでぼーっとしているんです？私が迎えに来なければ日が暮れるまで立っているつもりだったのですか？お嬢様は自分の時間が欲しいだけなのかもしれない。え、あれ、あ、私寝てたの？そのように見えました。もしかして私疲れてるのかな。そうかもしれませんね。でも外に出たいと言い出したのはお嬢様ですよ。はあ、思い出せないなんて。寝ぼけてるのかな。私今日はお昼寝してないよね。すごくよく知っている感覚でも少しおかしい。お嬢様、どうされましたか？いや、何でもない。単にどうして外に出ようとしたんだろうって。覚えていらっしゃるか分かりませんが、国外の商人との債務問題でジベルニーさんが私たちに援助を求めてきたことがあります。少し前に解決しましたが。外出するついでにジベルニーさんの様子を確認してみようということです。ああ、そうだったかも。そんなことがあった気もする。およ、ナビアさん、それにマルシラックさんとシルバさん、また会えて嬉しいよ。最近はどう？おかげさまで最高だ。あの面倒な奴らはようやく俺がその目当ての人じゃないって分かってくれたみたいだ。俺は保証人ですらないんだぜ。朝から晩まで俺の家に来やがって、隣人のオーベルノーもうざがってたんだ。力で人を黙らせて話を聞いてもらうというのも時には必要なようですね。間違いない。あ、そうだ、ベネッティ、この前ナビアさんに何をあげるって言ってた？ああ、少しお待ちを。ナビアさん、私が育てた花の種です。
どうか受け取ってくれませんか？すごくいい品種なんですよ。とても大きくて綺麗な花が咲くんです。我が家の問題はナビアさんがいなければ解決することはできませんでした。あ、些細な気持ちですが、どうか受け取ってください。あんたが育てたの？アンガト、もらっておくよ。マルシラック、家に秋の鉢はまだあるよね？お嬢様のお望みでしたら秋の鉢はいくらでも。じゃあ決まり。育ったら観葉植物を全部ベネッティさんがくれた花に変えましょう。かしこまりました。待って、何かがおかしい。奥さん、私の聞き間違いじゃなければお名前はベネッティよね？はい、そうです。それが何か？ううん、初対面なのにあんたの名前は聞き覚えがあるような感じがするわ。もしかしたら前回旦那さんと話をした時に聞いたのかもね。私は絶対にその名前をどこかで聞いた。そう、つい最近。間違いない。そうだ、どうしてここはこんなに人が少ないの？みんなどこに行ったの？お嬢様、お時間にご注意を。私たちは本日他にも重要な用事がございますので。え、何があるの？おや、まさかお忘れですか？ナビアさん、ここにいたのね。ずっと探してたんだから、早く歌劇場に向かって。ナビアさんの審判がもうすぐ始まるわ。私の審判？あ、私歌劇場に行かなきゃいけないの？そうです、お嬢様、まもなくお時間ですので出発しましょう。え、わかった。見ろ、ナビアだ。彼女が来たぞ。それにあの二人の従者もやっと来たわね。審判を見に来てる人が多い。それにみんな妙に興奮した表情をしてる。中には知ってる顔もいるみたいね。コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、こんなにたくさん来てるなんて。この事件どうして私は全く覚えがないの？審判官は、あれ、ヌビレットさんがいない。お嬢様、被告席へどうぞ。ご安心ください、私とシルバが付き添いますので。わかった。でも私の後ろに立ってていいの？いつもなら許されないでしょう。ですが今日はいささか特別ですから。あの人たち、ここを何だと思ってるの？本当に理解してるのか？まったく。ちょっとこそこそ話さないでくれる？審判官のヌビレットさんがどこにいるのか教えて。私はどうしてここに立たなきゃいけないわけ？親愛なるナビアさん、まだ自分の犯した罪に気づいていないと？であれば私が説明してあげよう。皆もご存知のようにナビアさんはカーレスの旦那の後継者であり、スピナディロースらの現会長、そして我々が住むポアソン町でも指折りの実力者だ。スピナディロースらを引き継いでから君はかつてのカーレスの旦那と同じように私たちと接してくれた。助けが必要な人がスピナディロースらに願えば君は必ずや応じてくれる。そしてそれは君だけでない、君の執事や部下たち、スピナディロースらのほぼ全てのメンバーがポアソン町の幸せのために尽力してくれていた。なら、どっからどう見ても私は善人ってことよね？ああ、その通りだとも。だからこそ君はなおのこと訴えられるべきなのだ。君は多くの者を助け困難を解決に導いた。
君と私たちは共に歩んでいるのさ。つまり切っても切れない関係にある。ポワソン町全体が一つの大きな家族であり、私たち全員が固く結ばれている。そして君はとりわけ重要な存在。私たちは決して君を失ってはならない。故に平等を掲げる法廷は君に有罪判決を下すのだ。私たちと共に君を永遠にここに留まらせるために。あんた何を言っているの？うんうん、確かに私は故郷のポワソン町のためにいろんなことをしてきた。みんなと一緒にいたいとも思ってるけど、それってわざわざここで議論しなきゃならないこと？ほう、君がそう思ってくれているのなら私もこれ以上言うことはないよ。よかったわね、ナビアさん。みんな、この見知った人たちはどうして全員笑ってるの？思い出した。そうか、分かったぞ。この審判は。いえ、違います。待ってください。そうではありません。マルシラック、マルシラックさん、何を言い出すんだ。私たちの考えは寸分たがわない。さあ法廷よ、彼女に判決を下すのだ。有罪判決を。ここに残ってナビア、あなたは私たちの一員なんだから。お嬢様、罪を認めてはいけません。これはお嬢様を永遠にここに閉じ込めるための審判です。弁護権を行使します。ジョインビレさん、あなたはお嬢様の優しい一面のみを見ています。彼女は優しさを持つと同時に完全に独立した考えを持った人間です。それをあなたはご存じないのでしょう。お嬢様は生まれながらにして自由で独立心が強く、何者にも縛られてこなかった。たとえカーレス様の死を前にしても、お嬢様はその歩みを止めていない。お嬢様がされてきたことは何かしらのグループの一員であることを自認する証明にはなりません。彼女は単に個人として他の方々に優しい手を差し伸べているだけなのです。その違いをどうかご理解ください。なるほど、個人としてか。だが忘れるな、私たちはフォンテーヌ人。ここは正義の国で水の国であることを。ナビアさんが個人の意思でそう決めたとしても、その素晴らしい魂が最終的に皆のところに帰ることには影響しない。水は全てを受け入れ、全てを融合させる。当然彼女のその善意も例外じゃない。水の国では全てのものが計られ、やがて皆一つとなる。見解が一致した時、その見解こそが正義そのものを表す。今の私は全てのものを代表した存在だ。私たちの見解はいずれも完全に一致している。ナビアさんはここに残るべきであり、ナビアさんと私たちは一つであると。それがあなたたちの言う正義ですか？滑稽にも程があります。あなたたちはただお嬢様にまだ個体として存在する望みが残っていることを妬んでいるだけに過ぎません。忘れないでいただきたい。あなたたちもかつて独立した自由な個体になりたいとどれほど願っていたかを。あなたたちは私たちに属する正義に背くのか？その正義が鼻から間違っているなら、それを認める必要もない。そちらの理屈であれば、私たちも自分の正義を掲げることができます。私とシルバはお嬢様を守りましょう。これが私たちの正義を貫く手段なのです。どういうこと？頭が痛い。お嬢様、シルバ、なんだか頭がクラクラする。気分が悪いの。目の前に星が飛んでるみたい。そっか、ずっと奇妙に感じてた理由が
今わかった。コリナ、テジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、あとさっき会ったジベルニーとベネッティ、それからマルジラックとシルバも認めたくないけど、けどみんなもう死んでるんだ。恐れることはありません。そしてこの罪を認めないでください。私たちは最後までお嬢様を守りますから。バカバカしい。なんでそんな堅くなに審判を受けさせたくないの。私たちが多数派なのよ。審判の国では多数派こそが絶対の正義。全ての意思を体現してるのはこの私たちなの。逃がしちゃダメよ。何があってもナビアさんを引き止めないと。マルシラックさん、シルバさん、まだ分かってくれないのか。たった二人でどうやって集団に逆らうというのだ。抵抗を諦めろ。これは崇高な審判であり、ナビアさんは私たちに属すべきなんだ。あんなことがあったのだし、孤独なポアソン町に一人残すべきではない。あんたたち一体。もう言い訳は聞きたくない。俺たちが妬んでいるだって。彼女が独立した個体なわけないだろ。みんな様子が。誰が彼女を妬むというの。最初から俺たちに属してるじゃないか。そうだろ、ナビアさん。静粛に。この声は。ヌビレットさん。法廷で騒ぐことは禁じられている。先ほど君たちが述べたことはただの茶番に過ぎず、審判を成立させるものではない。本日の審判はここまでとする。なお、法廷の許可を得ていない者が異議を申し立てることは認められていない。感謝いたします、ヌビレット様。さあナビアさん、まだ時間が残されているうちに共にここを離れよう。でも。早く行ってください、お嬢様。ここから出る唯一のチャンスは今しかありません。おや、もしや私たち二人と離れるのを惜しんでいるのでしょうか。マルシラック。失礼いたしました。これが最後の会話だと思うとつい冗談を言いたくなってしまいまして。マルシラック、シルバー、急げ。さようなら、お嬢様。お気をつけて。いや、待って、待ってよ。ナビア。目が覚めたか。体も無事なようで何よりだ。私夢を見てたみたい。マルシラックとシルバがまだ生きてて、狂った審判から私を守ってくれたの。大丈夫か。悲しすぎて悪い夢でも見たのか。オイラがギュッと抱きしめてやってもいいぞ。先ほど私がここに着いた時、君たちのいた場所が崩れ、ナビアさんが水面へ落ちていく瞬間を見た。本来であれば一瞬でも水に触れれば溶けてしまうのだが。何があったの。うっすらとだが、2匹の純粋精霊が君を受け止めて保護している姿を目にした。1秒にも満たないほんのわずかな時間だったが、そのおかげで救助する猶予ができたのだ。もし彼らがいなければ、救い出す前に君の意識は消えていただろう。ちょっと待った、純粋精霊だって。それってバシェの時と同じなんじゃ。もしかするとその二人こそ君の夢に現れた人なのかもしれない。護衛はいらないって。
ずっと二人に言ってきたのに、まさか死んでもなお私を守ってくれるなんて。こっちに来てくれ。ルビレット、どうしたんだ？いや、大したことではない。何か話をしないか？ん？なんだよ、急に難しい顔して。どうしたんだ？あ、わかったぞ。お前、無理やり話題を探そうとすると気まずくなるタイプだろう。私はただナビアさんに一人になる時間を与えるべきだと思っただけだ。だったら最初からそう言えよ。オイラたちを呼んでおいて話題も見つからずだんまりの方がよっぽど気まずいだろ。それもそうだな。シグウィンか。何事もなく過ごせているといいが、メロピデ要塞の仕事が重くのしかかってはいないだろうか。安心しろ、あいつは水の下でうまくやってるから。超凄腕の看護師長だしな。そうか、であればいい。私と同じようにシグウィンも人間の世界を理解するのに時間がかかるのではないかと気がかりだったのでな。あ、そうだ、公爵もお前によろしくって言ってたぞ。まあシグウィンにせっつかれてたけどな。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れないことを祈っておく。だってさ。ああ、その気遣いにも感謝しなければな。近頃は確かに世話しない。メロピデ要塞も万事順調であればいいが。こいつ本当に話題を探すのが下手だな。他の話も振ってやろうぜ。ヌビレット、お前って、その、泳ぐのが得意だろ？ふむ。当然その通りだが。今のはなし！別の話題にするな！お前、どうやってこの遺跡を見つけたんだ？召使いに教えてもらったのか？ああ、君たちとポワソン町で会う約束をしていただろう。だが到着するとハデューイたちがポワソン町の住民の避難誘導をしていてな。その上そこに大量の物資を運んでいた。唖然としていたところ、たまたまその場に居合わせた召使いを見かけ、この古代遺跡の調査を君たちに依頼したと聞いたのだ。確かに最初は合流する予定だったもんな。遺跡を探索するくらいならあまり時間がかかんないし、お前もまだ公文書を読んでて離れられないと思ってたんだけど、まさかこんなに早く片付けて駆けつけるなんてな。みんなお待たせ。ごめんね、だいぶ落ち着いたよ。探索を再開しましょう。ところでヌビレットさんも一緒に行くの？ああ、同行させてもらおう。また一人増えたな。よーし、それじゃあ出発だ。全部丸見えね。燃えろ！せい、そこだ！風を知れ。はっ！いざ、行こう。手をつなぎます。風の赴くままに。だだこんだな。
よっと。ままに風の歌、雲の行くごと。行き止まりみたいだな。ここで終わりのようだ。近くに隠し部屋らしきものもない。思ったよりぐるぐるさせられたけど、そこまで広くはないみたいね。石板？ここに奉納されてるみたいだけど、取ってみるか？待って、あまり不用意に触るのはやめときましょう。台座が4つに対して石板は3つしかないな。1つ目の台座にはまってたはずの石板がないぞ。近くの壁も崩れている。下に文字が書いてあるな。どれどれ。これは滅ぶべき国である。過去からその未来の歴史を知る。そう、どういう意味だ。誰かが意図してこの石板と言葉を残したみたいね。けどそうなると、この滅ぶべきっていうのはフォンテーヌのこと？これは予言を示した内容だろう。石板に描かれた絵は予言の描写と確かに一致している。例えばこの2枚目だが、ひざまずいてる信心深そうな人がいるな。その後ろにまた同じポーズをした人がいるぞ。彼女が見てる方向は、なんだこれ、空に浮かぶ島？3枚目の絵の真ん中にいる人はフリーナ様？水神様が水に落ちたってこと？それに周りを人が囲んでるな。ちょっと理解できなくなってきたぞ。こいつらは水中にいるのか？でこっちの4枚目だけど、これは私も知ってる。フォンテーヌで噂になってる予言と完全に一致してるみたいね。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神座で涙を流す。
この一連の石板には他にも多くの情報が隠されているのだろう。だが私にはその意味を全て読み解くことができそうにない。一枚目の石板が欠けているゆえにな。申し訳ない。そんなこと言わないで。別にこういった予想外のものを解読するのがヌビレットさんの役割ってわけじゃないんだから。うん、石板を見てたら寒気がしてきたぞ。だって怖くないか。これってつまり未来の歴史ってことだろ。この予言って絶対に当たるんだよな。こんな未来に立ち向かうのはさすがに遠慮したいところね。でもこの絵をつなげて見てみるとどっかおかしい気がしないか。そうね。確かに、もしこの4枚の絵が時系列順に並んでるとしたら、4枚目のフォンテーヌが水没する絵が先で、次に3枚目の水神様が水に落ちる絵になるはずだよね。だがこの石板では順序が逆になっている。これが時系列通りなら3枚目にフリーナ様がいるし、この2枚目に書かれてる方は先代の水神様なのかも。エゲリアか。彼女を実際に見たことはないが、絵に描かれた彼女の姿は確かに記録と一致している。先代水神が空に浮かぶ島に向かってひざまずき、その姿はまるで罪を認めているかのようだ。まさか水神様が罪を犯したってこと？そうじゃなきゃこんなことをする理由が。どうしてこんな古い石板が存在するのか気になってたけど、内容を見た感じまさかこれが予言の元になってるとか。そうなると過去にもこの石板を見た人がいるんじゃない。だったら石板を作ってこの言葉を残した人は誰なんだ。どうやらその手がかりはフリーナから得るしかないようだ。そうね。もう近くに手がかりはなさそうだし、ここで時間を無駄にするのはやめて戻りましょうか。そうだな。まずは安全な場所まで戻ろう。ここで別れましょう。一応まだスピナディロースラの方を見ておきたいからね。ほら、助けてもらっているにせよ、自分の目で見といた方がいいことって多いし、その方が安心でしょ。あちこち走り回ったのにまだそんな体力があんのかよ。元気だな。おいらはクタクタでもう倒れそうだぞ。今夜はサンドル川に戻って休んでちょうだい。長いこと付き合ってくれてアンガとね。私もこれで失礼しよう。みんな大変な一日だったな。ゆっくり休むといい。旅人、私は明日の午前中フリーナに石板のことを聞くつもりだ。君もきっと気になっていることだろう。時間があれば明日の午前中に私の執務室へ来るといい。聞いたことを共有しよう。本当にフリーナに直接聞くのか。大丈夫かな。どんどん真相に近づいてるはずなのに逆に恐怖が増していってるぞ。彼女はずっと秘密を隠している。そうやすやすと譲歩することはないだろう。だがそうであればあるほど私は自分の役割を果たし、彼女に現状を理解させなければならない。おう、しっかり頼んだぞ。何しろフリーナと話せるような立場の人ってお前しかいないし。今夜どう話を切り出すか慎重に検討しておこう。旅人バイモ、サンドル川にあるスピナディロースラの拠点は変わらずあんたたちを歓迎してるからね。
安心して泊まってちょうだい。それじゃ、またね。